くんです。えなりです。イエーイ、シェイ。はい、お二人さん、お疲れ様です。お疲れ様です。突然ですが、はい、秋のファーストフードといったらどんなものでしょうか。まあ、もう目の前に出てると思うんですけども。いや、ちょっと秋のファーストフード縛りはちょっと難しくて言われへんな。秋の、でも食欲の秋とは言うよね。なんかそういう食べ物は秋に適してるなみたいな、うんうん、言うよね。言うよね。言うよね。食べ物あるよね。ある。栗とか。あるね。栗とか。ということで今回につきましては聞きつきみ対決をしていきたいと思います。わー、はい、ということで目の前に見えると思うんですが、はい、こちらの月見バーガー、各店舗のものを買ってまいりました。で、左からマクドナルド、ロッテリア、ケンタッキーフライドチキン、コメダコーヒー、スタッフさん特製チーズバーガーとなります。うわー、すごい。全部食べちゃうと味とか具材で分かっちゃうので、キキツキミということで、はい、中に入っている卵の部分だけでどのお店かを当ててもらいます。食べれないんですか、ハンバーガー。せっかくこんなにあるのに。確かに。まあ最初はねちょっと分かんないと思うので、味見してもらって、その後に卵を食べてもらって、どのハンバーガーか当ててもらえたらなと思います。はい、分かりました。はい、それではですね、こちらの目隠しを使って食べてもらえたらなと思います。最初は味見なのでね。目隠し、目隠しをして食べる、はい、今目隠しするの。ハンバーガー食べる時点ですごいですね。そうです。はい、ということで目隠しもしてもらったということで、ちょっと食べづらいとは思いますが、はい、味見の方をしてもらいたいと思います。はい、まずね、そちらのハンバーガーなんですが、マクドナルドコクうますき焼き月見となります。うわー、すごい、すごい、覚えられへんわ。それでは味見の方してみてください。では、いただきます。いただきます。なんか薄っぺらい感じがする。すごい薄い。OK です。はい、じゃあ続いての、じゃあ行きましょうか。はい、はい、ロッテリア半熟月見絶品チーズバーガーとなります。いただきます。いただきます。はい、一口でワイルドですね。ワイルド。はい、続いてケンタッキーフライドチキンとろーり月見フィレサンドとなります。はい、はい、いただきます。はい、じゃあ続いて、はい、コメダコーヒーフルムーンバーガーとなります。卵ってなんか包んでくれますね。はい、続いてスタッフさん特製チーズバーガーとなります。おお、チーズバーガー。その卵は分かりやすいかも。はい、じゃあお二人とも綺麗に召し上がったということで、はい、味の方を覚えていただけたでしょうか。覚えました。ありがとうございます。はい、じゃあ次勝負なんですね。はい、それではやっていきたいと思いますが、準備の方よろしいですか。はい、はい、大丈夫です。それではじゃあ行ってまいりましょう。よいしょ。それではこちらの方やっていきたいと思います。はい、それではそちらの卵食べてみてください。はい、いただきます。いただきます。わかる？やばい、全くわかんない。はい、ということで味覚えられましたかね。そうですね、なんかこんな感じなんだろうなっていうのはあります。だからそれにします。じゃあそれでは一斉に指さしてもらいましょうかね。はい、それではせーのでいきましょう。はい、せーの。はい、これです。これだよ。タコくん、なんでそれにしたんですか。はい、ですね、とてもしっかりとした食感でした。で、なんかレタスの風味がねすごく強かったんですよ。で、この中でレタスが入ってたのといえば、まあこれかこれかなんですよね。で、その中でしっかりと卵を感じたのはこっちだったんですよ。おお、これ間違えるわけないですから。じゃあ、えなりはどうですか。私は、なんかあの、トロトロ感があったんですよ。なので、ちょっとこれっぽくはないかったなっていう、こっちとこっちのどっちかだったかなっていう、とろみ具合だったかなって感じですね。それではじゃあ結果の方を発表したいと思います。はい、結果は米田コーヒーです。おめでとうございます。よっしゃー、正解です。まず1回目はタコくん1ポイントとなります。やったー。いや、なんかちょっとあのね、
いつも僕のお父さん譲りなんですけど、この、あの間違ってても自信満々に言うっていうのは、これ外した時すんごい恥ずかしいんで、よかったです。いや、素晴らしいですね。はい、すごいね。すごいな、びっくりした。当たるとは思うかった。すごいね。うん。はい、続いてこちらのハンバーガーいきたいと思います。はい、それではそちらの卵食べてください。それでは、いただきます。いただきます。しっかり味わってくださいね。わかりました。おお。やばい、全然わかんない。あっ、 OK です。じゃあそれでは、せーので指さしていただければと思います。じゃあ2ゲーム目いきます。せーの。やっぱり、やっぱこれはね、やっぱり、イエーイ。じゃあやっぱそうだよね。うん、これはね、すごいね、わかりやすかったの。これとこれはこの、あれよね、ちょっと言ったって言ったって言って。いや、俺が言ったって言ったってよ。私、はい、なんかちょっと風味がすき焼きっぽい、すき焼きのタレってあるじゃないですかみたいな感じの、そのすき焼きの風味がちょっとありました。僕はですね、このマクドナルドの、マクドナルドの卵っていうのは幅があるんですよ。はい、それではじゃあ結果発表の方していきたいと思います。はい、はい、結果発表。結果はマクドナルドコクうますき焼き月見となります。おめでとうございます。お二人正解となります。ということで、えなりが1ポイント、タコ君が2ポイントとなってしまいます。よっしゃー、このまま全問正解狙います。それでは続いての卵いきたいと思います。はい、続いての卵はこちらを食べさせたいと思います。はい、それでは準備ができましたので、卵の方召し上がってください。はい、いただきます。わかりました。素晴らしいですね。えなり、いかがですか？ちょっと待ってくださいね。え、これ同じやつ2回とか出してないですよね。いいこと言いますね。そういうこともありえるかもしれません。なるほど、 OK です。ちょ、外してもいいですか？はい、どうぞ。タコ君、どうでしょうか？僕を騙そうと思ってもね、100年早いですよ。おお、かなりの自信ですね。1000年の下と言われてますから。さあ、分かっているのでしょうか？それではじゃあ、ジャッジの方をしてもらいたいと思います。準備の方よろしいでしょうか？はい。それでは、せーので指さしてもらいたいと思います。それではいきます。せーの。お二人揃いましたね。梅田コーヒーのハンバーガーですね。そちらでよろしいですか？本当に2回目だ2回目をやってきたんだ、これは。なるほど、心理的な部分で私のその性格を見たわけですね。いや、違います。ちゃんと根拠があります。どうぞ。レタスの風味がしました。おお。で、レタスが入ってるのはこれとこれなんですけど、こっちはね、僕はやっぱ卵を感じなかったので、これしかないんですよね。あー、すごいね。なんか全部感心してる全部感心するだけの色味だよ。あ、でもなんか私もレタスを感じた。感じた？うん、シャキって言ったもん。いや、もうそれレタス食べてるやんちょっとシャキって言ったから。じゃあ、お二人揃ったということで、じゃあそのままでよろしいですか？はい、はい、それでは発表の方行ってまいりたいと思います。結果発表。正解はケンタッキーフライドチキンとろーり月見フィレサンドでした。反応がちょっとなんか薄いみたいですが。はい、ということでちょっと残念でしたね。はい、いいですか、このまんま終わっちゃって。そうなるとタコくんが勝利になってしまいますが、どうでしょうか？終わりましょうやりたいですけど。タコくん、どうでしょうか？もう一回やります？う、やりません、だって勝ってますもんということで、思いが伝わらなかったということで、勝者タコくんとなります。よっしゃー、おめでとうございます。悔しいです。ということで、この動画が面白いなと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録、コメント、動画の切り抜きよろしくお願いします。他にも楽しい動画たくさんありますので見てみてください。せーの、待ってよー。もうこれ全部私食べるから。
もう絶対無理、これあの、あげないから一斉やってくれなかったからもうこれ全部私がもらう、わかった？へぇー